やごご苦労さん、先ほどの早着替え、お見事でした。ふふ、あれをやるのは数百年ぶりだったけど、うまくできてよかったわ。さあ、見えてきたわよ。姫はすでにお待ちになっているわ。いろいろ説得してやっと舞台に立たせたんだから、いい写真を撮ってね。ほほう、説得の決め手は？夕食に花丸ハンバーグ。ちょろいなぁ、姫。姫様、お待たせいたしました。新聞記者たちを連れてまいりましたので、あとは打ち合わせ通りにお願いしますね。ご苦労様、エイリン。どうも、記憶正しい社名丸です。今回はかぐやさんの魅力を余すことなく撮っていきたいと思います。今宵はこのような竹林の奥までご足労をいただき、誠に感謝しています。十分なおもてなしもできず、大変申し訳ありませんが、せめてこの満月の夜を楽しんでいってくださいね。わあ、さすがお姫様、とっても綺麗ねお姉ちゃん。お姉ちゃん。お姉ちゃんってば。は、私としたことが、ついに取れてしまいました。危ない危ない、思わず求婚するところでした。さすが帝も利用しただけのことはありますね。あの、フランさん、痛いです。ふふ、風よりも早い天狗。血の流れより赤い吸血鬼。種族は違えど、仲がよろしいのですね。さ、さあ、それより早く撮影を済ませてしまいましょう。それもそうですね。しかし高素材がいいと、じっくりと撮影したくなるのですが。とんでもないですわ。時は金なりと今ままますし。何事も早い方がよろしいです、すすすは。お、遅いことならガガガ誰でもできます。2000年かければもこうでももも傑作小説ガガガガ書けます。つまり早さこそ有能なのガガガガガ文化の基本法則。なるだねー。こんな真面目なの耐えられないー。え、エーリン、助けてーリーン。いやー、姫様、お気を確かに。あの、これ取っちゃってもいいんでしょうか？ダメに決まってるでしょ。こんなのが世間の目に触れたら、姫の威厳がますますなくなっちゃうわ。しかしかぐやさんがこのありさまでは、どうしようもありませんねー。人形使いでも呼んで、上から糸で操らせてみますか？姫のそんな不憫な姿を見たら、私が倒れちゃうわ。ああ、早くなんとかしないと。これは困りました。発汗部数回復のチャンスが。こうなっては仕方ありません。記事の内容を変更するしかなさそうです。題するとすれば、幻の生物発見、出るよ、カグヤー。もこう、お前、何だそのブヌケっぷりは、私と戦っている時の気迫はどうした？痛い。あの時のお前は光る竹よりも輝いていたぞ。カグヤなんだろう。だったら、その名の通り、この満月の夜に輝いてみせろ。何よ、急にぐるなり好き放題言って。その言葉、宣戦布告と受け取ったわ。やってやろうじゃないの。望むところだ。私が勝ったら、タケノコ掘りを手伝ってもらうからな。上等よ、あんたなんか軽く任して、私の駒使いにしてやるわ。こんな時にあの人間が来るなんて。ああ、姫の威厳が、かぐやの自立が。いや、これは好機かもしれません。見てくださいやごころさん。今も激しく戦っていますが、その様子からは恨みつらみが感じられません。むしろ、じゃれ合っているようにも見えます。あ、姫が、あんな楽しそうに。姫としての威厳や自覚、それも結構ですが、ここは全てを受け入れる幻想郷。そこまでこだわる必要はないのでは？それにあの二人を見ていると、もこうさんの燃え盛る炎が太陽の光で、かぐやさんがその光を受けて夜を照らす月のようです。もう少し多くもこうさんを合わせることで、かぐやさんにも何か変化が起きるかもしれませんよ。姫のあんな笑顔、久しぶりに見たわ。あれはどんなものを調合しても作り出せないわね。でも、合わせると言っても、あの二人は大昔から争いばかり。大丈夫ですよ。ほら、こんな言葉も大昔からあるじゃないですか。喧嘩するほど仲がいいってね。それではやごころさん、新聞ができたら届けに参りますね。お願いね、楽しみにしてるわよ。かぐや、タケノコ掘りの約束、忘れるんじゃないぞ。わかってるわよ。私が本気出したら、もこうなんかよりうまいってところを見せてやるわ。ふふ、美味しいタケノコ料理を作ってあげますからね。もちろん、あなたにもね。ありがとう。さらにもなくなーに照れてんのよ。うるさい、さっきまで半べそで震えてたくせに。言わせておけば、この住所って、なんだとこの昭和女。はい。今日はここまでです。それでは私たちはこれで失礼しますね。気をつけてね。それでは姫様、
お夕飯にしましょうか。師匠、それどころじゃないです。私がどんどん増えていってます。あら、薬の分量を間違ったかしら。そうね、明日からはウサギ鍋にしましょうか。ねえ、レイゼン、あなた、どこが美味しいの？え？そりゃ、もも肉なんかは美味しいと思いますけど。って、食べようとしないでください。もうやだこの人たち。一時はどうなることかと思いましたが、モコウさんのおかげで無事取材を終えることができました。モコタン、お姫様が心配で舞台までついてきたんでしょ？え？いや、そういうんじゃなくて、その、あいつがあんな調子だと、私の健康に悪いんだよ。そう、私の健康のためであって、別にかぐやのためじゃ、素直じゃありませんね。まあ、そういうことにしておきましょう。それじゃあ出来上がった新聞は、モコタンに持って行ってもらいましょう。これならお姫様に会いに行く理由にもなるでしょ？お、悪魔の妹でありながら、まるでキューピッドのようなアイデアです。次の特集として、かぐやさんとモコウさんの関係を大々的に報じて。なあ、フランドール、カラス天狗の焼き鳥って食べてみたくないか？お姉ちゃん、どこが美味しいの？私ですか？私はスピードを出すために余計な脂肪をつけていませんから、どこでもあっさり美味しくいただけるかと。って、焼き鳥反対、大反対です。フランさんもなんてこと聞くんですか？だって、さっきかじった時美味しかったから。私より旗手の方が美味しいですから、かじるならそっちにしてくださいね。旗手ちゃん、美味しいのかな？ふふ、私とかぐやより、お前たち二人のことを記事にした方が、よっぽど人気が出ると思うよ。さあ、竹林の出口が見えてきたぞ。新聞、待ってるからな。そこの人間、とってもいい妖怪の写真があるんだけど。そうね、今なら特別価格、15,000円。こら、てぇ、お前というやつはまた。てぇね、なんでここに。もうずつきはこりごりよー。